次の試合はクラッシュアンダー60キログラムファイトです。クラッシュのリングにはですね、昨年の8月24日名古屋大会以来の出場となります。約1年半ぶりのクラッシュ参戦となります。トライハードジムタイガ選手の登場です。まず本日タイガ選手の、クラッシュアンダー60キログラムハイトでの出場を、発表させていただきます。対戦相手は現在調整中につき後日発表とさせていただきます。はい、それではですね、前回、11月21日ですね、競馬の代々木大会で、60キロ初ファイトを行いました。55キロから階級を上げております。今回が60キロでの2戦目となります。タイガ選手から試合に向けての意気込みをお願いします。そうですね、まあ、前回60キロ初めての試合だったんですけど、まあ、ちょっと負けたんで、まあ、本当に次負けたら本当にやばいと思うんで、ちょっとしっかり仕上げて挑もうと思います。はい、あとまあクラッシュ久しぶりなんでちょっとすごい楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。ではタイガ選手へのご質問をお願いいたします。まあ60キロ2戦目ということなんですが、はい、今のその体のまあ60キロの体作りの仕上がり具合とか動きに関してはどんな感じでしょうか。まあ本当スピードもパワーも全然上がってるんですけど、まあ、そんなすぐはすごい効果が出るかって言ったらそんな出ないと思うんで、まあそうですね、まあ、時間かけてしっかり作っていきたいと思います。手応えは感じてる感じ。あ、もうスピードとか全然上がってる感じはしますね。はい、バウトレビューの井原です。前回のレオナール脱線に関して、はい、自分ではどういったところが敗因だったというふうに思ってらっしゃいますでしょうか。まあ攻撃がすごい重かったとかは全然感じなかったんですけど、戦い方がちょっとまあ自分の中で違ったかなと思いました、ね。はい、ではまあその階級変更云々っていうところの影響っていうのは試合をやってみてそんなに感じなかったっていう感じですか。それはまあなかったですね。ではすみません、引き続きそのレオナ戦で感じたことについてお聞きしたいんですけど、じゃあやっぱり60キロがやっぱ自分の中では一番いい階級だっていうふうに。そうですね、まあ試合前のアップもいつもより全然動けて、まあ、調子はすごい良かったですね。まだ対戦相手これから調整だと思うんですけど、はい、まあどういった相手と戦いたいとか何か考えたことってありますか。やっぱりそうですね、すごい強い選手とやりたいですね。まあ、見る人も自分もがっかりしないような相手を用意してもらいたいですね。はい、はい、続いてご質問ございましたらお願いします。では、まあ、60キロということで久しぶりのクラッシュの参戦で、はい、まあクラッシュのベルトだったりまた、はい、まあ、K1 でもトーナメントがあったりといろいろこう60キロまた動きのあるラインの動きのある階級ですけど、はい、まあこれからの60キロの目標とか考えることって何かありますか。はい、そうですね、まあ今回とりあえずちゃんとしっかり勝って、まあ4月に K1 の日本トーナメントがあるみたいなのでそこでまあ出て優勝できたらいいなと思ってます。それまあそうですね、やっぱりチャンピオンになりたいんで世界チャンピオンになりたいですね。はい、はい、では続いてお願いいたします。ゴング、ゴング飛びの松山です。平谷選手も、はい、
ライジンで試合が決まりましたけど、はい、お互いに試合が決まってその刺激を受けるようなこと、あるいは練習中に何かこう、こういうことやってるとか何かありますでしょうか。そうですね、お兄ちゃんの相手が自分と同じサウスポーなんで、そうですね、一緒に練習することは今多いですね。はい、続いて、ご質問いかがでしょうか。はい、よろしいでしょうか。はい、ではコメントは以上とさせていただきます。後ほどですね、写真撮影がございますのでもう一度登場していただきたいと思います。タイガー選手が望むような強い相手を、特に気持ちの強い相手を、ちょっと選びたいなと思っております。ご期待ください。それでは、会見は以上とさせていただきます。タイガー選手でした。ありがとうございました。じゃあセンターカメラにお願いします。ありがとうございます。2月大会出場決定しましたタイガー選手でした。